ジョンサドリはアメリカのオスカロライナ州シャーロット出身の元男子プロテニス選手。1979年の全豪オープン男子シングルス準優勝者。全豪オープンでは1981年と1982年の2年連続で男子ダブルス準優勝もある。自己最高ランキングはシングルス14位、ダブルス29位。ATP ツアーでシングルス2勝。 ダブルス3勝を挙げた。1976年にプロ入り。1979年当時の全豪オープンはオーストラリアメルボルン市内にあるクーヨンテニスクラブで年末の12月に開催され、男子シングルスも64名の出場選手による6回戦制で行われていた。この大会でサドリは第6シードから決勝まで勝ち上がったが、 大会前年優勝者のギレルモビラスに6から7、3から6、2から6のストレートで敗れて、準優勝に終わった。翌1980年の前後オープンでは、サドリは準々決勝で、ビラスと顔を合わせ、ここでも5から7、4から6、6から2、6から4、3から6で敗れた。先に、ビラスが2セットを選手した後、サドリは第3。 第4セットを練習して2セットオールに追いついたが、結局最終第5セットを3から6で落とし、前年度の決勝の雪辱はならなかった。ジョン・サドリはその後も、1981年、1982年の2年連続で、全豪オープン男子ダブルスの準優勝があった。パートナーはそれぞれ異なり、1981年は、ハンクプ・フィスターと、1982年は、 アンディアンドリュースと組んだ。プフィスターと組んだ1981年は、地元オーストラリアペアのマークエドモンド・ソーン&、キム・オーウィック組に3から6、7から6、3から6で敗れ、アンドリュースと組んだ1982年は、ジョン・アレクサンダー&、ジョン・フィッツ・ジェラルド組に4から6、6から7で敗れた。1982年のシーズンに、 サドリとアンドリュースは2つのダブルスタイトルを獲得している。サドリの全豪オープン以外の4大大会成績は1984年のウィンブルドンでベスト8がある。この準々決勝でサドリは第1シードのジョン・マッケンローに3から6、3から6、1から6で完敗した。サドリがまだ学生テニス選手だった頃、マッケンローとは NCWA テニス選手権で対戦したことがあるが、ウィンブルドンではもはや学生時代のライバルに歯が立たなく、なっていた。1987年ウィンブルドン2回戦敗退の後、後サドリは7月に31歳で現役を退いた。サドリは、現役時代、何度か、ジャパンオープンで来日している。1979年全豪オープン準優勝の、直前に、彼は、 日本の大会でシングルス準決勝に進出したが、その3回戦で日本の西尾茂之選手に4から6、6から3、6から1で逆転勝ちしたこともある。ダブルスでは1982年に全豪オープンでも組んだアンディアンドリュースと一緒に準決勝まで勝ち進んだ。現役最後の年になった1987年4月にも日本を訪れ、サドリーはダブルスで、 当時17歳のアンドレアガシとペアを組んだこともある。ありがとうございます。